岩手県に土砂災害警戒情報が発表されました。岩手県に土砂災害警戒情報です。発表されたのは岩手県の一関市となっています。こちらは警戒レベル5段階のうち上から2つ目の警戒レベル4相当にあたります。土砂災害がいつ発生してもおかしくないとなった時に発表される情報です。では現在の様子少し確認していきましょう。岩手県一関市の方からいただいたリポートです。11時41分にいただいています。急にザーザー降りになりました。すっきりしない天気ですねということでいただいています。急に雨が強まってきたということでいただきました。さあそれでは岩手県の現在の様子見ていきましょう。13時までにいただいております過去1時間分の天気のご報告です。晴れているところはあるものの、岩手県内も宮城県とも県境近くでしたり、また北の方でも活発な雨雲が発生発達しております。そして一関市付近で活発な雨雲が広がっていて、その下では雨が激しく降っている、そういった状況となっています。さあそして危険度見ていきましょう。土砂災害の危険度を表したマップとなっています。岩手県の一関市付近あたりには黄色の注意から、また赤の警戒、そして紫色の非常に危険というところが広がっています。この後も雨の降り方が強まり、道路冠水、河川の増水、また土砂災害の発生に警戒が必要となります。危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。